ジュール・グレゴリー・チャーニージュール・グレゴリー・チャーニーはアメリカ合衆国の気象学者、海洋学者、ロシア移民の子としてサンフランシスコに生まれ、1938年にカリフォルニア大学数学物理学科を卒業。シカゴ大学、オスロ大学の研究員を経て、1948年プリンストン高等研究所の研究員に就任。数学者フォン。 ノイマンの協力のもとに、気象力学の基礎方程式をコンピュータを使って解く、方法を発展させ、今日の、いわゆる数値予報業務の基礎を作り上げた。1947年に発表した論文、傾圧不安定波の力学と翌年発表した、大規模な大気運動のスケールアナリシスは、数値予報の基礎となり、49年には、世界で初めて数値予報に成功している。 1956年からは、マサチューセッツ工科大学の気象学教授を務めた。また、アメリカ海洋気象庁の地球流体研究所の創設、地球大気開発計画など、大気物理学の発展にも尽くし、海洋学者としても、湾流、赤道川流の研究に優れた業績を残している。これらの業績によって、第1回の WMO 賞を受賞し、 欧米の研究機関からも数多くの賞を受けている。日本の気象学者に与えた影響も大きい。ありがとうございます。